にちは、ここは山陽新幹線の新神戸です。まあいろいろ用事があってね、新神戸に来てしまったんですけど、すいません、お話中のところで無理やりこう割ってきて申し訳ないんですけど、ちょっと改めて動画をね、切り替えることになったんで、こんにちはということで、無理やりね、いつも動画に慣れてる方じゃないので、出演いただいてありがとうございます。で今日は男3人でね、クリスマスをこうエンジョイすることになりましたから、楽しくいきましょう。ちなみに黄色い新幹線の改札って分かりやすいなんだか。あ、ご存知ない。あ、じゃあね、じゃあせっかくならまたカメラをこっちに向けてちょっと説明しようと思うんですけど、黄色いね、自動改札ね、新神戸ってちょっと JR のあれが特殊で、新神戸で途中下車する。あ、ご存知です。あ、いや、さっきもらったんですよ。あ、はいはいはい。あ、持ってるんですか。はいはい。あ、映しちゃっていいですよね、手元ね。いいですよ。はい。うん、あれ、これじゃない。あ、これじゃない。ありました。あ、これ。はい。あ、コインをもらわずに。へえ。こういうなんか、はいはいはい、反抗されて。あー、こんな、あ、これもあるんだ、これ知らなかった。ですね、じゃあちょっと先にご説明しますと、はい、新神戸駅っていうのはここで途中下車をすると在来線の確か神戸三宮ですよね、はい、となんか神戸三宮で途中下車したのと同じになるんですよ。で新神戸で途中下車をして三宮から山陽本線に乗っていくとかできるんですよ。普通できないんだけど、はいはい、っていうことができるから、それをやりたい人は黄色い自動改札を出てくださいね。っていうことで今これ酒井君が持ってるのはもう一回じゃ借りちゃいますね。これちょっとじゃあ動画に映しますけどね、ここに新神戸途中下車ですよね、これね。なんか在来乗り継ぎかって書いてあるんですけど、分かりますかね、このちっちゃいね、この四角の中にね、在来乗り継ぎって書いてあるんですよ。あ、ありますね、一応。あ、ごめんなさい、在来乗り継ぎってありますじゃないですか。でこれが、あるとこのまんまなんですが、新神戸で途中下車してそのまんま三宮か神戸から在来線に乗ってみたいなことができるらしいんです。新神戸で降りて三宮じゃない、まあ例えば神戸に行った後ちょっと乗って例えば加古川で降りるとか、そういうことができるらしいですね。神戸市内では有効です。神戸市内は神戸市内までどうなんだろう、使えるんですか。有効。あ、そうなんですか。あ、じゃあこれでまたじゃあ神戸から例えば元町まで乗ったりとかしてもいいんですね。いいです。あ、元町じゃ逆か、三宮から元町って感じかな、ということらしいです。すいません。え、これ山手線って読むんですか、これ。山手線ってあるんですか。なんか関東から来ると新鮮味があるんですけど、山手なんて聞いたら、まあ、山手幹線っていうのが、はいはいはい、国道2号の上にあるんですよ。ああ、ごめんなさい。本当に高級住宅街ばっかりなんです。ああ、これ右側に立つんですか。ごめんなさい、それ。これ右側になるんですかね、ここ。あ、そうです。神戸の地域が。おー。すいませんね、次から次。おー。そっか、そうですね。観光客があまりにも多すぎたら文化がもう混じっちゃってるんだ。そっか、なんとか江南山手とか言いますもんね。あ、どこまでですか。有馬温泉。あ、じゃあ有馬温泉行きます。なんかクリスマスとあんま関係ないような気がするけど、ちょっと考えないと。どうしましょうか。ツリーのやつは。そう、いや、ツリーのやつはもちろん行くんですけど、ただあとさっき、そう、どうしましょうかね。そんな別に1時間も2時間もちょっとしょうがないと思うんですよ。あ、そういうことですか。そうそう、見て、なんかいろいろそう調べたことはあるんですけど、行ったことはね。あれ、IC カード使いますよね、ここね。使いますよね。じゃあ大丈夫か。これも多分それぐらい入ってたと思う。ああ、じゃあ行ってみましょう。有馬までおいくら。740円。ああ、なるほど。高いんだ。しょうがないか。どうも。あ、急行とかそういうのは特にないんですね。うん、あれ、え、あれって3駅しかないわけじゃないですよね。新神戸から有馬口じゃない、有馬温泉まで。あ、そうです。省略されてるパターンですね。ですよね。ああ、そんな近いのかと思った。あ、いいですか。あ、じゃあ、こう。新神戸から乗った、ね、これすみません、これって、なんていう路線なんでしたっけ。北進急行。北進急行。あ、そうか。北進急行ってね、路線に乗ってるんですが、新神戸から一つお隣の駅まで相当ね、距離がありまして、もう8キロぐらいあるんだそうです。トンネルの中ずっと走っておりますが、これは地下鉄ではなく、ただトンネルが長大なだけなようです。こんな長いの初めて乗りましたよ。こんなね、完全に地下鉄の車両で、普通の地下鉄なのかなと思いきや、全然止まらない。なかなか面白い、路線のね、いろいろ知らないものがあるものです。あ、これ乗り換えるんですか。乗り換えなんですか、これ。あー、なるほどね。北進急行をご利用いただきましてありがとうございます。今度あっちの路線に乗り換えるってこと。車内にこれにね乗り換えると、私何にも調べてないんだけどね、地元関西の皆さんにお連れいただいて、大変楽ちんなものです。次は大池です。あ、なるほど。これでまた有馬口でもう一回乗り換えってことですね。あ、なるほど。有馬口は本当に何もない、ただ乗り換え専用駅みたいな。
あ、これも嬉しいですよ。有馬温泉って書いてあったから。さすがにこの辺まで来るとクリスマス感がある人あんまりいないですね。新神戸はまだいたけど。前、あっちですか。ああ、なるほど。あの、着いたのはここは有馬温泉なんですね。全くね、クリスマスと関係ないんだけど、私がただ来たいと言って連れてきてもらってしまいました。すいませんね、なんかね、こうわざわざ僕の行きたいところ全部ついてきてもらって。そういうことでよかったです。でも、ここまで来るとさすがにまるでクリスマスは関係なさそうで、これが一人ね、あの、新神戸の駅だったらまだこれでもよかったんだけど、有馬温泉でこれで歩いてるのはちょっとなという状態でございます。いや、すいません、これ毎回持たせてしまって。いやありがとうございます。今7時20何分ですね。あ、そうかそうか、予定通りか。1時間ぐらいでね、戻れば温泉入って、あ、ここです、ね、今、駅はここだから。あ、まあ近いです。近いですか、はい、じゃあ案内をすいませんけどお願いします。あの、雨がですね、なかなか強く降っているわけで、この足元の状態など見ていただいても分かるように、これがあの夜更け過ぎに雪に変わってくるといいんですけど、残念ながらそういうことはね、特にないようでね、今日これこのまんま続くんだそうです。まあね、さっきもうちょっと弱かったから、まあね、こんぐらいの雨だったら景色がキラキラ良かったかなと、そんな状態だったんですけど、もはやそんなのんきなこと、あら残念、僕が余計なこと喋ってなかったら信号渡れたかもしれない、すいません。傘お待たせいたしました。これさすがに傘買った方が良かった。あのね、なんかコンビニもね、みんなサンタの格好してたんですよ。僕と同じ帽子かぶってね。だから3人目が登場した感じになってね。連れてきていただきました。なんかカメラもね、少し雨で濡れてしまっておりますけれども、金の湯というところです。あの、クリスマスというのはね、男女で出かけるものだみたいな話がありますけれど、まあ、ここにこう並んでおりますので、ね、3人とも男性なわけですけれど、ただね、温泉にね、男女の、ね、2人組は、もしくは3人でも4人でも構いませんが、そういうのに来た場合ですね、あの、温泉をみんなで楽しんでということはちょっと困難になるかと思いますので、まあ、これはね、男性に来た私たちの完全勝利というわけです。勝利をね、お互いに讃え合いながらの入浴となるかと思います。あの、唐突に有馬温泉では来てますけど、あの、私もともと一回来てみたかったんですね。この有馬温泉というのは赤いお湯が出るところでね、三名泉の中の一つ、最長往復切符の旅で、下呂温泉とそれから、草津温泉、二つの三名泉の二つに行ったわけですが、残りの一つがこの有馬温泉で、前から行ってみたいなと思っていたんですが、ようやく来ることができました。泉質が大変良好で、赤い、酸化鉄を主成分とする温泉のようです。赤い酸化鉄ね、クリスマスにぴったりな温泉とかわけのわからないことを言ってますけど、ここに来る人たちはね、ほとんどなんか今日はクリスマスも関係なさそうに普通に温泉に入ってますから、私が最も場違いな人間になるかもしれません。それでね、上がってきました。サンタのあれをかぶり忘れましたけど、まあとりあえずいいやということでね、なんとかですね、クリスマスと全く無縁の普通の兵庫県の旅行をしようと、頑張っていたんですが、残念ながらここにもね、このようにこうクリスマスツリーが、高らかというかね、堂々とここ掲げられているというか建てられておりますし、また周りにもね、クリスマスの飾り付けでいっぱい、お店というか温泉施設の中ももう完全にね、ジングルベルが響き渡るという状態でしたから、どうやっても私たちはクリスマスから逃れる方法はないようです。足元にね、川がこうできておりまして、前の2人もコサックダンスのような歩き方でかわしながら行ったわけですけれど、靴の浸水もね、そろそろ限界か、そのような状況です。帰りの電車はね、昭和40年代ぐらいから使っていそうな雰囲気で、ね、昔のやつを富士急で使い回してるみたいな、そんなイメージのあるものですが、ね、準急。ごめんなさい、僕今度ちょっとまたここで切符買っていいですか。昔はね、あの、明日箱根まで行くんですけど、昔は小田急の箱根湯本まで、小田原までかな、連絡で三宮変えたんですよね、確か大阪市内だったかな。あ、ちょっとじゃあこれで、あれ、あ、でもそうか、神戸って神戸市内の駅だから途中下車できないのか、ちょっとしょうがないな。これじゃあね、いよいよ、まあ、本拠地といいますかね、戦いの場所になります。神戸へ行くわけですけれど、エスカレーターはこれも神戸は右側なんですね。戸駅は三宮駅ですが、東海道線のその終点神戸まで行って、これからね、まあ、ちょっと大きなクリスマスツリーがあるようだから、それを見て、そんで帰るべと、そういうことになってるわけです。まあそうは言っても、帰りの列車は寝台特急のサンライズですから、まあ、それまでね、あるんだけど、こちらね、酒井くんはね、もう冬休みになりましてね、現役中学生と現役大学生の特権をここでフルに活用しているわけですけど、あの、中村さんはね、明日もね、朝6時起きでお仕事だということですから。いや、あの、6時でもね、なんか遅い方だよなんてさっきおっしゃってましたけど、そうなのかと思いながらね、こう、またぬるま湯に浸かりきっただらしない大学生は思うわけです。
よね、確かね。元町神戸、元町っていうのかアクセントが違うんですか。あ、これ硬いって言うんですか。あの、僕らからしたらもう柔らかいって言うんですよ、東京の人は。これも多分全然硬くないですよ、これ。もう、あの、もう231とかは板みたいなもんですか。209とか、ね、もう全然硬いという感覚は持たなかったです。そう、終わってますよ、あれは。あれで暴走一周とかする人はちょっと僕は理解ができない。今日神戸へ来たのは別にね、鉄道の何かあるとかそういうわけではなかったんですけれども、たまたまね、この酒井くんがいいものを教えてくれましたので、いや、すいません、こんな教えてもらってありがとうございます。あの、神戸駅、ただいまね、なんかいろいろバリアフリー対応で様々更新の駅のね、改良などやっているようで、まあ、そこにね、おなじみ東海道本線、山陽本線の0キロポスト、589.34 キロポスト、でそのね、まあ、ポストがあるわけですが、すぐ脇を見ると、このようにこれ、神戸と書いてあります。これは昔の駅名標が、まあ、これね、現在ここに JR 西日本式の駅名標が普通あるんですけれども、でそこのね、それを一旦ちょっと駅名標の更新ということで、引っぺがして、その裏のものが見えている状態だということで、これね、いつからのものかわからないんですが、三宮駅がもう戦前にはすでに高架化されていたらしいですから、おそらく神戸もその当時からこのね、駅の屋根などおそらく変わっていないものと、ね、このリベット打ちですからね、思われますので、これもまた戦前からのその駅名標ということにもしかしたらなるのかもしれません。この続け字のこのうなどね、手書きなんでしょうか。実はこれ反対側を見てもまた神戸駅の駅名標があるんですが、先ほどのうとこちら側のうはちょっと異なりますから、どうも手書きで作られたものだということは間違いないようです、はい、これだけは昔からあるらしいです。この神戸の駅名標もね、多分ここにこの、なんていうんですか、宣伝式なのかな、鉄道省時代なのか分かりませんが、その後も国鉄純正のね、あの縦書きの看板、その後もまた JR などいろいろずっと更新をされてきたものかと思いますが、昔のものがね、こうやって裏に隠れている鉄道の歴史って本当に長いんだなと、また改めて実感いたします。神戸ハルボーランドって書いてあるのかな、ちょっと分かりません。ハーバーか。あ、ちょっと大学生としてね、ハーバーが読めないのはあまりに広かったんじゃないかなと思うんですけど、現役中学生にね、これはハーバーですよとまで言われてしまいました。お、すごいな、男女の2人組がもうね、あのロイヤルストレートフラッシュのようにぐるっと連なっております。男性3人のね、こちらは何でしょう、3人連なると団子3兄弟といったところでしょうかね、分かりませんけれど、そんな人たちはね、私たちだけのようです。すごいな、こんなにもうコピー&ペーストしたかのようにね、男女2人連れがずらっと並んでおりました。ちょっとさすがにね、クローズアップして映しますと個人の肖像権を侵害することになってしまいますから、私の実況中継にてね、お楽しみいただければと思いますけれど、ね、本当にね、そこら中でこのようにクリスマスツリーですとか、あとこれも赤と緑のね、美しい信号機、クリスマスカラーなんですね、なんてね、馬鹿げたことを言おうと思ったんですけど、ちょっとやっぱりやめてしまって、それでも言ってしまいましたが、あちこちいろいろクリスマス一色でございます。一体この中のね、何人がクリスマスのキリストのその生誕を心から祝っているのか、本当に私は疑問でならないのですが、とりあえず傘を、ここでね、プライバシーを侵害しないようになるべく離れたところで、またね、ここで一人でベラベラとね、資本主義の云々とかね、全然クリスマスと関係ないようなことを延々と喋りますので、周りに迷惑にならないようにちょっとね、外れたところへ来て、これでね、私たちがね、とりあえず臨時カップルというわけですけれど、あんまりそういうこと言うと視聴者がね、大変な勘違いをする可能性がありますので、やめておこうと思いますが、奥のあたりに、ね、見えておりますのが、これがね、この大きなクリスマスツリーだそうです。ちょっと高く掲げられたところにあるんですね。奥にはね、電車が走っているのなんかも見えますが、これが富山県だかどこだかからね、持ってきて樹齢150年の同行とか言っておりましたけれども、ともかく世界一大きなクリスマスツリーだというふうに言われております。近くに行ってね、説明するのとね、遠くに行って説明するのどっちがいいか、まあ微妙なところなんですが、とりあえず先にご説明いたしますと、基本的に世界一大きいクリスマスツリーというのは毎年アメリカニューヨークにありますロックフェラーセンター、これはね、バブルの時にあの三菱かなんかが買収したとかね、有名な建物ですけれども、このロックフェラーセンターに毎年建てられている、そんなクリスマスツリーなわけですが、しかし今年に関しては日本のね、あそこに建てられているこの神戸のクリスマスツリーこそが最も大きなもので、これはアメリカはロックフェラーセンターのクリスマスツリーは世界で2番目のものというふうになっているわけです、まあ、これについてはまた後ほどね、近くまで行ったらご説明しようと思いますけれど、本日は22時までクリスマスツリーがとりあえずライトアップをされている予定だということでございます。
最長往復切符の旅ねご覧になった方はここの光景もお目にかけられ、お目にかけたことがあるというかね、目に、焼き付いているかもしれませんけれど、この辺りでね私が一人で観覧車に乗って、ずっと喋り続けてねどうこうとか言っていたのも、ちょうどこの辺りでした。中村さんに、ね、教えていただいたんですけど、ああごめんなさいね、あの客船はねなんか相当大きいやつらしいんです。あ、大きいじゃん、大きいのはそれは見りゃ分かるんだけど、相当豪華な客船らしいんですね。あそこに着くのは豪華だと。やっぱりね本日クリスマスですから、クリスマスの神戸を海から楽しみましょうということで、随分ねいろいろやってきている人もおられるようです。私だってわざわざ新幹線乗ってきたんですからね、それはちゃんと見て帰りますよ。本日はね残念ながらこのように雨なんですが、その代わりに良いこともありまして、このようにね、まあ、脇をちょっといろいろ歩いておりますけれども、いろいろ来ているね軽薄な観光客がですねこういうところに立って、ずらずらとこう語らいていると、写真を撮りたいという時には残念ながら阻害となるものです。しかしながら本日ねそういう雰囲気重視の観光客たちはこのようにねもう全くこういう雨の降っているところにはおりませんから、そうするとじゃあ綺麗な写真を撮りたいなという私たちは単純にその目的をね純粋に遂行することができるわけでございます。先ほどからねこの坂井君などパノラマの写真撮りました？あ、撮りました。あ、撮りました。あ、やっぱりうまくいきます。ちょっと後で見せてくださいねと。ちょっと暗すぎる。あ、やっぱそうか。まあ近づいてねもうちょっとまたツリーのやつとか撮ってみましょう。京都もそうでしたけどね、とりあえず思考をすべて停止させて、緑色と赤いライトアップをしておけば良いというそんなね発想がここでもまた見て取れます。これは綺麗と言うのかどうかね、ちょっと私はよくわからないんですが、ポートタワーはね、まあ確かに赤ですからね、いつも赤いポートタワーに少し緑色のアクセントが入るのはいいかと思うんですけれど、この辺になりますとね、なんかカメレオンみたいなね、あとはなんか変な原宿で売ってるね、あんまり美味しくなさそうな、インスタ映えだけをもう狙った、そんな商品の色とか、そういったね、印象を見せます。